行っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。今回はですね、今から僕、これ、あるマンションみたいな建物をね、連続する建物を、モデリングしようとしてるんですが、これ今1階部分の大まかなものだけ作っております。でこれをね、上の階まで連続して持っていきたいと、そういう時にですね、どういった手法でやっていくのかっていうのを、一番効率のいい方法をね、解説していけたらなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでね、早速やっていきたいと思うんですけども、最初にね、一番効率のいい解説をするんじゃなくて、僕はこれを知るまでにやってた下手くそなやり方を説明していきたいと思います。はい、まず1個目が、こういう風に壁とかを選択してですね、今1階から2階ってなってるものをこんな感じで4階まで持っていく。でここから平面図と断面図っていうところの、ここですね、関連フロア全てっていうのにしてあげたら、しっかりね、この1階以外でも、3階とか開いてもね、こんな感じで壁が、しっかりと反映されるっていう、まあ、こういうやり方で今までやっていました。であと残りがですね、これ以外もありまして、これがちょっとまた下手くそのやり方なんですけども、コントロールシート V で、まあ、連続移動コピーで選択しまして、であるところクリックして、こんな感じに2回と、3回とみたいな感じでこうやってやっていました。こうやってやるとですね、まあ今もちろんこうやって今こいつらね、通り振動化も選択してしまったので、もちろん上に持って上がってしまいますし、何よりもこれをね、クリックした時にね、1階から2階ってなってるんですよね。これ大問題ですよね。なんでかって言ったら、なんかもうここが、ここからここまで、1階から、3階のところ、フロアまでの高さを、ここでプラスに設定されている。まあ、それが原因で、1階から2階でこんな感じで反映されてしまっている。こんな状況になります。これはね、結構図面だと、ダメな状況になります。なので、このやり方は、下手くそなやり方であります。で、今から僕が説明するのが、一番かっこよくスマートで効率のいいやり方なので、ぜひ皆さん覚えていってください。ということで、やっていきますね。はい、まず皆さん、このままですね、開けた状態で、編集画面を開けてください。そして、編集画面の移動とコピーから、触っていただきますと、一番下にフロアによる要素編集というのがあります。はい、これをクリックしますと、こういう画面が出てきますね。で、この画面からですね、こういうのありますが、ちょっと一つ一つ説明していきますね。まず、何ができるかと言いますと、こいつらは、コピー、切り取り、削除ができます。で、今回僕がやりたいのは、1階の、壁とか同じものを2階、3階、4階と、同じように配置していきたいので、今回はコピーでやります。その他、切り取り削除もできますが、今回は置いときますね。で、コピーです。で、どこをコピーするのかっていうので、これ1階っていうのを選択して、で、どこにコピーしたいのか。今回僕2、3、4、5、6ぐらいまでやりたいので、こういう風にクリックします。はい。で、その次にこの要素タイプを選択。何を上に持っていくのか。例えば、柱だけなのか、梁だけなのか、階段だけなのか、なんかいろいろあると思いますが、すべてであればすべてこのまま選択してください。これでもう一目瞭然変わりますので、見ておいてください。はい、こんな感じでね、クリックパッて押しただけで、上まで、配置することができました。で、これだけだと、さっきみたいな感じで、クリックして、4階まで、6階まで伸ばせばいいだけやんって思う方もいらっしゃると思うので、ちょっと確認しますね。これね、今、ちょっと触っちゃったんですけど、こう、一個一個クリックしても全部分割されてるんですね。先ほどと違うのが、しっかり1階から2階でここがプラスになってるとかではなく、6階、7階になってると、しっかりとした、図面が引けてるという状態になります。これね、めちゃくちゃ綺麗に、一番スマートに、コピーができる方法でございますので、ぜひ皆さん、こちらの技術ね、ちょっとしたテクニックですが覚えておいてください。これだけでスマートな、ね、モデリングができると思いますので、ぜひ皆さんも利活用していただけたらなと思います。はい、そんな感じでね、今回の動画もいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、今回の動画は以上になります。ありがとうございます。